スタートしました。好スタート2番サンスノーフレーク切りましたが、内から1番の 2M ルイが押して主張します。外から8番のウェイビー、間4番名称ポペット、その後ろのグループになった6番サイモンコーラル、内から3番姫なでしこ、後方は7番の三玉、5番のナムララジベラ、インコースです。ゴールの前を通過して1コーナーのカーブに入っていきます。1番の 2M ルーイーがスタートが決まってリード3馬身取って1コーナーのカーブに入っていきました。先頭1番の 2M ルーイーです。その差が広がって4馬身5馬身後ろとの差が広がりましたが、ここでペースが落ち着きます。8番のウェイビーが2番手、その差は5馬身あります。2馬身離れて4番の名称ポペット3番手、第2コーナーのカーブ1馬身差2番のサンスノーフレーク4番手、前からは10馬身近い差になりました。あとは6番のサイモンコーラル、バックストレッチに入っています。3番姫なでしこ差がありません。後方から2頭目5番のナムララジベラ、最後方から7番の三玉、1頭1頭6頭といったところ、 1000m の通過は1分ちょっとといったところでしょうか。坂を登っています。1番の 2M ルイー先頭でリードが6馬身から7馬身、8番のウェイビーが2番手、その後ろまた4馬身離れて4番の名称ポペットと内2番のサンスノーフレーク、外回りコースに入りました。6番のサイモンコーラルがいて、その後ろは1段です。3番姫なでしこ、5番のナムララジベラ、最後方7番の三玉、坂を登りきって3コーナーのカーブは800切りました。1番の 2M ルイーのリードは8馬身広がっています。8番のウェイビーが2番手、その後ろ3番手内2番のサンスノーフレークですが、手が動き始めて600切りました。4番の名称ポペット、あとは6番のサイモンコーラル、4コーナーのカーブに入ります。1番 2M ルイーまだ5馬身のリードですが、一気に後続差を詰めてきました。4コーナーから直線、1番の 2M ルイー先頭ですが、8番のウェイビーが並んで今度は捉えました。その後ろ3番手から追い込んでくる5番ナムララジベラ、3番姫なでしこ、2番のサンスノーフレーク、3番手ラサイ、大外から7番の三玉、最後方にいた三玉が追い込んできた。あと 150m、 8番のウェイビー先頭、2番手7番の三玉がさあ差を詰めてきた。8番のウェイビーか7番の三玉か、ウェイビーか三玉か、ウェイビー三玉並んだ、ゴールイン。3番手は2番のサンスノーフレーク。